ポートランドのですね、ピトックマンションという、まあ、ピトックさんというオレゴニアという新聞の、オーナーだった方の邸宅が観光地として公開してるんですけど、そこから歩いて5分ぐらい、そこでちょうど売り物の家を見つけたんで寄ってみました。まあね、今シドニーにいますし、東京の不動産取引が多かったんで、結構ね高いの見慣れちゃってるせいか、これが 1.25 ミリオン、まあ、大体日本円で1億3000万強なんですけど、まあね、レートは103円で1億3000万ですから、円高80円台の時に買うと1億切っちゃうわけですね。この盛大な坂道を登ってきて、ガレージが2台あって、まあ、多分寝室5つのバスルーム3つって感じでしょうね。なんかね、むしろアメリカ安いんじゃないかという気がしました。アメリカって言ってもね、サンフランシスコとか、まあ、あるいはニューヨークは高いんでしょうけど、ポートアイランドは不動産の価格に関しては、まあ、結構観光客も来てね、人気な割にはまだ安い気がするんで、帰る方は買ってもいいんじゃないのかなと、ね、その際は私が言っていただければ下見やらアドバイスやらしますんでお声掛けください。以上、ポートランドの売り物件。そう、マウントフットが見えてね、かなりこのロケーションはいいと思います。